ただいまご紹介いただきました。私たちは産業能率大学の学生です。私たちはこの半年間皆さんと一緒にドラマネに参加してきました。本日はその中での学び、そして気づきを皆さんにお伝えしたいと思います。 3-2019 です。よろしくお願いします。それでは始めていきます。本日皆さんにお話しする内容はこちらです。それではまず私たちの通う学校についてご紹介します。私たちが通う学校法人産業能率大学は学生部門と社会人部門で成り立っています。学生部門は4つあり、1つ目が私たちが通う経営学部、こちらは自由が丘にキャンパスがあります。そして2つ目、情報マネジメント学部、こちらは湘南キャンパスと言ってはいるんですけども、実際には伊勢原にあるというちょっとおかしな感じになってます。 ありがとうございます。そして3つ目、こちらが大学院です。こちらは今回のドラマネの会場としても使っていただきました代官山にキャンパスを置いています。そして4つ目が通信教育学部になります。そしてもう1つ、こちらにいる皆さん多くの方が知っているかと思うんですけども、社会人部門として総合研究所があります。実はこの総合研究所、日本で最初の経営コンサル組織なんです。皆さん知ってましたか？知らない。やっぱ知らない人が多いんですね。ぜひ覚えていってください。続いて私たちが通う学校の学びについてお知らせします。私たちが通う学校は社会で通じる学生を育むためにより多くの実践的な学びを提供しています。一つとしてアクティブラーニング、二つ目が多くの企業ともコラボできるプロジェクト型の授業、そして三つ目がゼミ活動になります。私たちはこのゼミ活動を通して今回ドラマネに参加してきました。では私たちがどのようにドラマネを通して変化したかについてお話しします。まずはじめに変化の要因を探るために私たちはアンケートを実施しました。本日はそのアンケートをもとにお話しさせていただきます。受講前のゼミ内では期待の声、不安の声、さまざま聞こえました。話の内容についていけるか不安、行動や考え方がわからないから緊張する、社会人の方が作るパワーポイント、プレゼンの資料の作り方に興味がある。このように学びに対して一定のモチベーションはあるものの、社会人との経験の差に対して不安を感じている生徒が非常に多いように感じました。しかしこの不安を感じながらもドラマネに参加する中でゼミ生に次のような変化が現れました。チームとしてモチベーションを保ち方を学べた。協力して試行錯誤していく姿を見て就職への意識が変わった。学校での学びが役に立つということを身をもって実感することができた。このようにドラマネを通して皆さんの発表を聞く中でゼミ生一人一人が刺激を受け、その刺激によってこのような変化が現れました。この変化は数値にも現れました。こちらのグラフをご覧ください。こちらはゼミ生に対して受講前、受講後、それぞれ10点満点で評価しまとめたものです。受講前の段階では6、7点をつけた生徒が最も多かったです。しかし受講後には10点満点中8から10点をつけた生徒が最も多くなり、受講前の3倍となりました。平均値も 1.5 ポイントのアップでした。これは私たちにとって非常に大きな変化であったと言えます。ではなぜこのような変化が現れたのでしょうか。それは学校とドラマネで学べる内容の違いにあったのではないかと考えています。学校では理論の追求、過去の事例の研究、そして学生同士、身内同士での助け合いにとどまっていました。しかしドラマネでは
現在の事例の研究であるため、成功までの過程を学べる、そして私たち学生にとっては実社会を経験できる貴重な場でもありました。そして何より企業間垣根を越えた相互支援がありました。その中に私たち学生も一員として加われたことが非常に大きな違いでした。この大きな違いが私たちに非常に大きな変化をもたらしました。続きまして、私たちが得たものについてご説明いたします。リアルな会社の現状、信頼、信用の大切さ、新しいものを創造する苦労、これらのことを学ぶことができました。ここで皆様に質問です。働くって大変ですか？大変。ありがとうございます。やっぱり大変っていう意見が多いですね。私もそのように思っていました。しかし、ドラマに参加している社会人の方々は高い高い目標を達成するために試行錯誤し、熱く目標に向かって努力している姿がとても印象的でした。そんな努力している社会人の方々でも必ずうまくいくわけではなく、周りの環境によって思い通りにいかないリアルな現状を知ることができました。次に、私たちがどんな社会人になっていきたいのかについて発表していきます。ドラマネに参加するまで社会人に必要な力として、積極性、協調性、この2つが最も重要なことだと私たちは思っていました。しかし、ドラマネを通じて積極性と協調性が関わり合い、新たな価値を創造するということに気づきました。1つ目は周囲を巻き込む積極性、2つ目は仲間と協力する協調性、そして3つ目は新たなものを創造する創造性、この3つを私たちは学びました。今回ドラマネに参加するにあたり、さまざまな不安がありました。しかし、参加することで大学では学ぶことができないリアルな現状を学ぶことができ、就職に対する意識が変化しました。ドラマネで得たさまざまな経験を今後も生かし、創造性ある社会人になりたいです。最後までご清聴いただきありがとうございました。